早めた購買部をよろしくお願いします。お願いしますにゃ。どれどれ、ね、シングルスプレッツ導入モード、エピソードを選びましょう。みんないいか、参加するからには優勝あるのみ。蛇女の誇りにかけて。ねえねえ、イムちゃんはえ、それ何よ。秘密やだね。誰が教えるもんか。教えないなら当てるまでよ。イムの欲しいもの分かった。隠してよ。ま、僕のおでこ。ふん、あ、みやびの水着が破れてる。なに、ほら光ってる。エロいこと考えてるからよ。あー、これは違う、違うんだ。そろそろ予選の。もちろんだよ、みやび。みやびのポロリは僕。なんかだんだんバカバカしくなってきたわ。あ、そうだな。それじゃ。おう、気をつけて行ってきな。大丈夫。ヘイ、そこの私。イエース、でか。何の用でしょうか。私、ユウの仲間のデコフラッシュガールがこんなメモを落としていったんだ。渡しておき。メモ？確かに渡したからな。それじゃあとは頼むぞ、デカ盛りガール。このメモ、何が書いてあるんだろう。新しいメガネとかではないか。だとしたら夢がないわね。ま、イムってそもそもつまらない女だしね。料理、お前のダジャレの方がつまらないよ。ま、それは言えてるかも。キルジ、言えていないわよ。って、それじゃあ雪男じゃない。どうよ。どうやって笑うべきなのか。私たちは楽勝よ。リョウビちゃん、物足りないならリョウナおぶって。お断りだ、バカ犬。キャイー、放置プレイだわ。もう終わっちゃうのよ。
お姉ちゃん紫見てな。あいつ絶対に許せない。僕のおでこは舞みやびはこれ。みやびさん、私とみやびさんならお姉ちゃんはどっちが大事なのかな。紫、急にどう？私がなんで怒ってるのか、お姉ちゃんはわからないんだね。僕が紫に何かした？なんだろう。じゃあ、もう紫、どうしたんだ？何か思っていること。みやびさんは黙ってて。ごめんなさい。3回戦が始まる。紫。ちょっと一人になってくる。紫、待て。イム。紫。大人だね。
いいじゃねえか。紫は無溜め込んでも。そうなの。かしこまりました。はい。くん。作戦の。はい。順調です。あの人は。だ。このまま目的を達成。何のことなの。紫。え、久しぶりだな。お鈴音先生。み、何の話。ずっとこんな感じなのよ。どれだけ聞いて。ごまかしてなどいないぞ。わかりました。でも、いや、どうして。私はそう、それ以上はノーコメントだ。どうしよう。でももう試合だし、後で話せばいいよね。みょうなちゃん、行っちゃうに構っている暇はない。一気に叩くぞ。紫、さっき何か言いかけてなかったか。うん、でも今はいい。叩く。そうだな。たとえ教え子でも手加減しないぞ。並々ならぬ覚悟を感じる。何がそこまで鈴音先生を駆り立てているのだ。優勝して欲しいものがあるみたいだけど、一体何なんだろう。私が欲しいものの価値はお前たちにはまだ分かるまい。だからこそ負けるわけにはいかんのだ。お姉さん大興奮よ。敵の少ない今がチャンス。先生、ありがとうございます。あなたの教えでここまで強くなれました。優勝したかったのに。
お肌の張りが9歳若返る薬が欲しかったのに。ギリア先生に昔のピチピチな頃の私を。9歳若返るとか妙に具体的。いいじゃないか。先生はいくつにな。私としたことが取り乱して。はい。鈴音先生。何？紫。ミスター K って人。鈴音先生、どうい。今はお前たちの質さ。はい。わかる。宮尾。はい。一つ聞きたいことです。今のチーム。それ以上はお前なりのま。はい。私なりのまとめ方か。紫、ミスター K、落とし物、心当たり。え、僕、ちょっと待って。いや、そう。何なんだよ、そこまで。やだ。やだって、なんだか。いいじゃない。紫、いい加減にしろよ。人の気持ちを逆なでてるのは。なんだって。何か考え。いや、何でもない。イムと紫の件、ミヤビはリーダー。待って、ここはリョーナちゃんにお任せを。トラブルか。はあ、あんたみたいなバカ犬にな。へっへー、リョーナちゃんに任せて。ちょっとあんた、何をする気なの。リョーナ、トラブルを。ほら、船が右に大きてね。ダジャレを決めて勝ち誇ってる場合か。直ちに消火活動だ。さんとこんがりするんでしょう。
そんなこと言ってる場合か。このままじゃみんな丸焦げだぞ。は大丈夫かい？なんとか収まったな。みんなごめん。キャンキャン。そんなにお仕置きがお望みなら。あおー。みやび、少し。私なら大丈夫だ。そうだ。私は。おい、む。そういう。僕が村。あいつはたった。そうだな。しかし、うん、思いはちゃんと。わかったよ、みやび。それがいい。やっちまったもんは仕方ねえ。それにあんな態度もお前の本心の一部だ。ありのままは。そうなのかな。忍びと慣れ合い。どこにいる。村瀬、お前はいい。私のら楽。私そこです。いない。一体何が起ころうとしてるの。私
怖いよお姉ちゃん。